い、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、S660 無限ですね。いや無限かっこいいわ。やったぜ、このカーボンパネル。いや、参考出品ということでね、まあ、いろいろパーツが無限仕様になってるんですが、スポーツサイレンサーがチタン製なんですね。カーボンエアロボンネット、あ、やっぱカーボンなんですね。これ相当軽そうやな。やっぱね、このリアにエンジンがあるんで、このフロントはね、この、屋根を入れるスペースなんですけど、これ屋根入れれんのかな？これ屋根入れられへんのんちゃう？これ。どうなってんのこれ。これなんかゴミ、空き缶とか入れられそうですね。おー、タイヤもかっこええわ。これちょっとね、ステッカー感出ちゃってますけど、まあ、今回ね、コンセプトモデルなんでね、立体のエンブレム、ええな。おー、シートかっこいいね。フローリングシートがね、カモフラになってますね。これもカーボンですよ。高そう。あ、だいぶ後ろ違う。何このサイレンサー、チタンサイレンサー。あえてチタンね。へえ、これなんかちょっと違ってくるんかな、チタンやと。このね、丸い反射板、これどうかな。普通ね、この辺の下を黒く色で締めるんですけど、今回のね、無限のパーツはね、結構白っぽいですよね。これね、もともとね、こっからピュッとね、出る小さいね、羽があったはずなんですけど、それは封印されるんかな。これドア、中入れなかったんで、座り心地はレビューできませんが、だいぶね、やっぱこれちょっとペラッとしてるから硬いんちゃうかな。ハンドルいいね。いや、この屋根がね、これで収まるか気になるところですけどね。いや、こんな感じでね、パーツが並べられてます。いや、これアルミホイール16万5000円ね。これカーボンパネル、お手を触れないでくださいということで触れられないんですけど、これカーボンパネルね。カーボンエアロボンネット110万。嘘、マジ110万すんのこれ。ステアリングホイールも、8万9000円ね。まあ、これはこんなもんでしょう。エアバッグついてるんやな。エアバッグね。あ、そうそう、ほら、シビック。これね、いや、これね、花園店でね、よくこのテールライト売れるらしいです。こんな光り方すんの？あ、ちょっと流星ライトなんね。あ、ここバックランプ、小さい。これね、無限のリアスポイラーかっこいいですよね。いや、これだけ家に飾りたいわ。あー、99万か。いやー、するな、99万。あ、これな、貝みたいなやつ。64万9千円か。いや、でもあれ、もともとね、3本出しですよね。それが2本出しに変えちゃうんですね。で、無限の、レカロ、無限仕様レカロ。まあ、これは、まあ、20、あ、そうそう、20万ぐらいね。26万ぐらいね。これも100万近いってことなんかな。はい、いかがですかね。S660、無限コンセプト。いやー、カーボン祭りでしたね。私のチャンネルが面白ければ、皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、S660 無限コンセプトでした。じゃあね、バーイ。